福岡県は生活しやすく住み心地のいい町ですよね。きっとずっと昔の人にもこの福岡は住み心地が良かったんだと思います。どうしてかって、その証拠に福岡県ではたくさんの遺跡が発見されるんですよ。福岡歴史の旅、太宰府と九州歴史資料館。例えば今私のいる太宰府政庁跡は、7世紀後半から奈良平安時代を通じて九州の政治外交の中心であった太宰府が、古代における地方最大の役所でした。現在は徳郎跡の名で親しまれ、史跡公園としてたくさんの人でにぎわう場となっています。また太宰府政庁跡に併設されている太宰府展示館では、発掘調査によって検出された遺構の一部を保存・公開するとともに、太宰府の歴史を紹介する展示を行っています。では遺跡から見つかった発掘品はどこに行くのでしょう。その多くは2010年小郡市に移転した九州歴史資料館にやってきて調査されます。九州歴史資料館学芸員の松川さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらの九州歴史資料館は一体どういった場所なんですか？はい、貴重な文化財の展示やあるいは講座などで皆さんに分かりやすくお伝えするという博物館としての機能とですね、はい、あと福岡県内で様々な遺跡が調査されてますけれども、その発掘調査で出土したものをですね、こちらに持ち込みまして、きれいに洗浄したりあるいはくっつけてですね、接合したりして復元してですね、そして報告書としてまとめる埋蔵文化財センターとしての機能を担っています。失礼します。少しお話聞かせていただいてもいいですか？はいはい、今このお仕事はどれくらいされているんですか？18年くらいです、ね。18年くらいですかね。はい、そうなんですね。この石膏入れのコツとかっていうのあるんですか？柔らかくてもいけないし、硬くすぐまた置いてたら固まるからですね。あと内部で削るんですけどね。はい。はい、石膏の硬さとかもやはりご自分でこう調節されて作っていくんですね。はいはいはい、一番嬉しかったことなんですか？仕事でですね、はいはい、やっぱ出来上がった時ですね、綺麗に綺麗につくと嬉しいですね。こちらの調査の方法がですね、かなり特徴があるとお聞きしたんですけども、はい、一体どういった特徴があるんですか？はい、当館の方にはですね、本当に最新の、科学的な機器がたくさん揃っておりまして、はい、X 線 CT スキャナーという機械があります。病院など行きますと、CT スキャナーといって体のですね、中をですね、輪切りにして調べる機械がありますけれども、それの文化財版のですね、機械が当館にはありまして、例えば仏像の体内とかですね、あるいは、錆だらけの金属の鏡とかですね、そういったものの状態をですね、調べることができます。こうやって一つ一つ遺跡から発掘された文化財は、はい、九州歴史資料館にやってきて調査されているんですね。そうですね、はい、九州歴史資料館の展示室では調査され復元された発掘品を実際に見ることができるんです。それでは松川さん、はい、九州歴史資料館で収蔵されている文化財について教えていただけますか？はい、まず1点目なんですけれども、太宰府政庁跡からですね、出土しました鬼瓦ですね、こちらはですね、日本の古代奈良時代の、鬼瓦の中では一番素晴らしいものだと言われておりまして、大変立体感にですね、溢れていて死に迫るですね、怒りの形相をしております。この造形の素晴らしさというのがですね、他の鬼瓦では見られないものです。平安時代の初めのですね、仏様をはじめですね、福岡県のですね、古い平安時代の仏像を多くですね、展示させていただいております。中でもですね、笹栗町のですね、若杉山の方に伝わっている千手観音様をですね、展示させていただいております。
古文書の中ではですね、福岡県のこちら福岡市一帯をですね治めておりました黒田藩のですねお殿様が家臣にですね領地を与える際に与えたですね、領地の当て替え状といった古文書もですね今回、展示の中で紹介させていただいております。当館の方では、福岡県の旧石器時代からですね、近現代までの歴史をですね皆さんに分かっていただけるよう分かりやすくですね、ご紹介させていただいております。また九州歴史資料館では土日祝日には来場記念に古代を身近に感じてもらえる体験コーナーも用意されています。よし、できた九州歴史資料館はいかがでしたか。古から大陸との交流の窓口として重要な役割を果たしてきた九州、歴史を知ることであなたの今につながる何かに出会えるかもしれませんよ。